これで治ったはずだ。これがエンタープライズの本当の姿か。目指すはクルザス北方、万神ガルーダの祭壇、ハウリングアイ赤闘軍だ。エンタープライズ発進。エンタープライズで大空をかけていた。お前たちのような勇敢な冒険者を乗せて、この生かしたゴーグルはいつからつけていたんだっけな。そういえばガキの頃はもっと坊ちゃんみてえな格好してたっけ。みんなに褒められるのが嬉しかったな。親父に近づけた気がして。俺は帝国ガレマール帝国で生まれたんだ。そして親父の背中を追うように魔導技術を学び、飛行士になった。いつ頃からだったかな、親父とミドナンガーロンドと話さなくなったのは。そうか、野郎がメテオ計画にのめり込み始めてからだ。そういや、この頃からか、あいつが俺の後見人を買ってくれたのは。
結局はあいつもガイウス・バンバエサルも侵略者になり果て、失望した俺は帝国から逃げ出した。そしてエオルゼに渡り、ガーロンド・アイアンワークスを立ち上げた。そうだったな。この時からだ。このゴーグルをつけるようになったのは。俺はエオルゼアで様々な人々、冒険者と出会い、親父を狂わせたメテオ計画と戦った。俺は証明したかった。技術が自由のためにあるってことを。そして、それを認めさせたかった。救いたかったんだな。俺は、親父を。このゴーグルは、その決意の証だったじゃないか。忘れていたぜ、この風を、この空を。さっき感じた光、あれはお前なんだろう。ありがとうよ。汽水の帝国人ガレアン族はな、額に第三の目なんてのを持ってんだ。そのためかね。なんとなくわかるんだよ、感覚的に。だけどね、このエンタープライズはお前たちのような英雄を戦場に送るための船だ。俺はこの船の主であることを、この船で飛べることを誇りに思うぜ。シド、まさか記憶が。アルフィノだったな。面倒をかけちまった。ガーロンド・アイアンワークスの代表、シド・ガーロンドだ。行くぜ、万神ガルーダをぶっ飛ばしによう。